いや、これだからなぜなら使って、いや、非常に質問で、まあ、もちろん普通にね、考えれば、我々が最初に一番突撃したのは、12月の18日だったかな、18か11日だったかな、あの最初の、新橋の SL 広場だと思うんですよね。でもしその NHK 党がいわゆる反社とつながりがあるという理由であれば、その時に出てるはずなんですよね。ところが急に火曜日に言い出したっていうのは、僕、まあ、昨日ちょっとその YouTube を作った人と直接1時間ぐらい深夜連番したんですよ。で、この人物も別に名前言ってもいいと思います。平塚、あの平塚君じゃないですか。平塚さんの名前、平塚俊樹さんですね。普通の平塚氏の平に、俊樹は俊敏の俊に樹木の樹、平塚俊樹さんで、平塚俊樹、神谷宗平って検索してもらえれば、6年前に2人コラボされてますね。で、この平塚さんが、まあ、神谷君にちょっといろいろと言われて、ああいうちょっと、まあ、いわゆるやらせ番組をしたみたいな形で、ここはちょっと下ってます、はい、はっきりともうこっちついてます。で、それを何か、火曜日の時もですね、その証拠はっていうことについてはこれから集めますって言ってんですね。はっきりとそれも神谷も言ってますね。だから急にそういう NHK 党が何か反社とつながってるようなことを、まあ、YouTuber と組んで出して、それを、まあ、彼は多分知識が乏しいんでしょうね。それをもうこれから YouTube で出すから先言っちゃったみたいな感じだと思います。まあ、あとは言ったのが僕じゃなくて、集団でもなく一人の菊武君だけだったので、まあ何か高揚してたのかわからないですけど、ちょっと口を滑らしちゃったんじゃないかなと思います。だから、その平塚さんに聞いた話では、1万円の突撃取材に相当焦ってるって言われましたね。今なんか賛成党の人に、市議会に候補者に取材に行ってもらえれば、そこで愛人のことについて尋ねてもらったら取材に1万円出しますって言ってるんですけど、まあ、それがすごく効いてると。それをやめさせたいということで、立花特攻作戦って言ってるらしいですよ。立花特攻作戦が効いてるので、それをなんとかやめさせたいということで、なんかそういう YouTube を作ると。ただ平塚さん自身は全然そこはうまく話を合わせて、実は立花さんと YouTube 作りたいということで、7日目にコラボしますね。すごい、ありがとう。だから全部あれ、こっちの作戦乗っちゃってるんですよね、前田さんに。だからそういうちょっとバックグラウンドが、自分たちが書いた台本通りいけると思ったのが、まあ、台本書いてやった人がこっちに寝返っている状態で、その国政政党同士が、まあ、ちょっと今まで会見、どっちの会見にも私言ってるんであるんですけど、ちょっと抜き差しにならないところまで行ってるなっていうちょっと、まあ、印象はあるんですけども、賛成党が SL 広場、ちょっと SL 広場とは明言してないんですけども、まあ、街頭演説会は中止にしたけど、2月からまたやりますということは、まあ、明言されてるんですけども、そこにやっぱり立花党首は、まあ、黒川氏としてはあれですけど、まあ、行かれる予定ではありますか。もちろん我々もそれを行くっていうことで、我々も1時半からって定例にしてるので、まあ、できればその賛成党さんがね、1時間やられた後に、我々がやりたいとは思ってるんですけども、ただ私自身は部下に対してコントロールすることをしないっていうことを明言していますので、まあ黒川幹事長に来るなとも、あれをするなとも、これ言えないんです、言わないんですよね。これをもし言い出したら中条清成さんも来れなくなるかもわからないです。今ガーシーに対して僕何も言ってないじゃないですか。要は党員は自由にやってください、もし何かその、問題が起こったら取れる責任は党の方で取りますと。ただ党が責任取るから、取るのが嫌だから、あれするなこれするなって言うと、それこそ自由がなくなるので、だから私自身はもちろん行きますけども、まあ黒川君やその他の党員がまた行って大きな声で、
可能性はちょっと否定できない。